こんにちは、シバドです。今回鳴らし比べるのはこの2機種になります。一つがメタルゾーン、まあ、皆さんご存知ですね、名機メタルゾーン MT2、 そしてメタルエフェクター界の新鋭メタルコア ML2 です。この2機種、皆さんどういった印象をお持ちでしょうか。多分真っ先に目が行くのがつまみだと思います。メタルゾーンがたくさんつまみがついておりまして、ミッドのフリケンシーがついていたり、ハイとローとミドルと結構細かく音がいじれるようになっております。なので非常に個性を出しやすいですよね。使う人によって全然違う音を奏でてくれるのがこのメタルゾーンです。で、対してメタルコアなんですけれども、非常にシンプルです。ローとハイとディストーション、つまみがこの3つだけなんですよね。なので僕のイメージ的にはそれなりの音にちゃんと仕上がってくれるようなエフェクターなんじゃないかなというふうな印象を持っております。まあ、新旧メタル対決というわけではないんですけれども、このメタルゾーンはですね、リリース以降もう何十年もエフェクターメタル界のですね、トップを走り続けているエフェクターです。それとメタルコアがどんな感じの違いがあるのかっていうのを今回鳴らし比べていきたいと思います。
という感じでいかがでしたでしょうか。メタルコアとメタルゾーン、それぞれにいいところがありますね。メタルコアは重量感があって原因も凄まじいと、そしてつまみがシンプルなので音作りが非常にしやすい。ある程度このメタルコアの音が気に入ったとなると、このまま12時状態で音を鳴らすだけでももうそれなりの音になってしまうと、完成された個体みたいな感じがしました。逆にメタルゾーンはですね、個性を十分に発揮できるエフェクター、やはりミッドのフリケンシーですね、これがついていることによって人それぞれ様々な音色を出すことが可能です。もちろんメタルコアに寄せることもできますし、全く別物の自分のオリジナリティあるメタルサウンドを作ることも可能です。さすがロングセラーのメタルゾーンですね。メタルコアもですね、今後ロングセラーになっていくんじゃないかなと思います。この動画参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。